気象速報です。滋賀県に大雨警報が発表されました。滋賀県に大雨警報発表されております。詳しく見ていきますと、滋賀県の大津市南部には大雨警報が発表されております。発達した雲が流れ込んで激しく雨が降っているようです。この後も道路の冠水や河川の増水、土砂災害の発生に厳重な警戒が必要です。大津市南部では大雨警報が発表されております。雨雲の様子見ていきますと、画面下から上に向かって、南から北に向かって活発な雲が流れ込む様子がわかるかと思います。現在近畿のエリアを中心に激しい雨の報告いただいている状況です。この後も災害の発生、厳重な警戒をしてください。この後の雨雲の様子はウェザーニュースのアプリケーションからもご覧いただくことができますので、ご確認ください。